そうで始まりました。もちつさんチャンネルです。さあ、ね、大学生の勉強時間めっちゃ少ねえよ。ね、1週間に10時間未満というですね、はい、そういう状況が起こっちゃってると。そのせいでね、はい、大学生が勉強しないんだから、日本の経済基礎体力低下は当然のことというですね、はい、現代ビジネスの記事でございますと。日本の学生は活動時間の4分の1しか勉強研究に当てていない。アルバイトの時間より少ない。まあ、事実そうでしょう。はい。まあ、自分もね、そうだった時期がかなりある。これでは、日本の研究能力が低下してしまうのも当然だ。大学生が勉強しないのは、勉強研究の成果を企業が賃金面で評価しないからだと言ってますね。おー、なるほどね。まあ、これはずっと言われてきたことですよね。勉強したからって言って、それをね、評価するのか。っていうとね、そんなこともないっていう状況があるから、まあ自分の場合はね、その英語の先生ですから、その勉強してきたことがそのまま評価につながるものだったのでというか、まあ自分の仕事に直結するものだったからね、いっぱい勉強したけどね、勉強と研究には1週間に10時間未満、日本の大学生は勉強していない、全国学生調査、文部科学省、国立教育政策研究所にその実態がはっきりと現れている。文系学部の大学4年生の場合、1週間の授業出席時間は5時間以下が 62%を占める。まあ4年生になってるからね、単位取り終わってるからね、多くの人はね。授業出席時間がこのように少ないのは文系学だけのことではない。学部別に見てあまり大きな差はない。人文 68%、 社会 68%、 理学工学 69%、 農学 69%。 卒業論文や研究に費やした時間は1週間でどれだけか、これは分野によってかなり差がある。人文社会では3分の1から半分の学生が5時間以下しか費やしていない。それに対して理学工学農学では3分の2以上の学生が16時間以上を費やしている。うん、まあそうね、研究論文とかね、大事ですからね、理系の場合も。まあ自分も言語学なんで、言語学ってで、まあ文系的な人も多いってかもほとんどでしょうけど、自分の場合は理系要素がかなり多い、実験とかが多かったんでね、はい、かなり大変だったし、めちゃめちゃ時間使いましたよ、論文書くのに。まあ、読むのもすごかったからね、やっぱその実験系の論文をたくさん読むことになったんで、まあ、認知科学のものを読むのが多かったんですね、自分自身は。認知言語学といっても、まあ、自分の研究してる分野は認知科学とほとんど被るというか、実験論文を読むことがほとんどでした。一日何論文か読むみたいな感じだったからね。以上まとめると、文系では大多数の学生が授業出席と卒業論文研究に1週間で10時間以下しか使ってないことになる。1週間の活動可能時間を土日も含めて50時間程度とすれば、学生が本来なすべきことにはその5分の1しか使っていないのだ。うん、まあまあまあ、そっか、授業時間も入れてなのか、10時間、10時間ってちょっと多いなと一瞬思ってしまったんですけど、大学4年生、そうね、だったらそうかもしんないよね。論文をちゃんとやんない。だから論文なしっていうとこも多いしさ、論文書かなくていいとか、テスト一発勝負とかっていうとこもあるしね。実際書いた方がね、残るからね、自分のやったっていうものでね。ちょっと悲しいね。はい。では残りの5分の4の時間を学生はどのように使っているのだろうか。調査によると次の通り。アルバイトと 41% の学生が11時間以上。はい。趣味交友と 38% の学生が11時間以上。まあそうじゃない？それは多分。スマートフォンの使用。それ別枠であるの？の使用、50% の学生が11時間以上。これ11時間以上、当然じゃない？ 2 時間よりもっと使ってんじゃない？スマホを普通。つまり大多数の学生がアルバイト、趣味、交友とスマートフォンのものに、勉学と同程度ないし、それを上回る時間を使っているのはそうでしょうね。言い換えれば1週間の活動可能時間のうち、勉学には4分の1以下しか当てていないということになる。日本の大学生は勉強しない。やってるのはバイトと交友だけ。とよく言われる。だけは言い過ぎだが、勉強は片手間は間違いとは言えない。うん。大学に入ってから死に物狂いで勉強する人はよほどの変わり者と、勉強しない日本の大学生と死に物狂いで勉強するアメリカの大学生で伸びた。ああ、前に記事あったんですね。それがデータで裏付けられたことになると。高校までは死に物狂いで勉強する。大学生が勉強していないのに対して高校生までは非常によく勉強する。学校の勉強の他に塾で勉強する児童もごく普通だそうですね。この結果、この年齢層での日本人の成績は世界的に見て非常に高い。それを表しているのが OECD 経済開発協力機構が実施する PISA。はい。これは15歳の時の児童の学力を測定する調査だ。世界の79カ国地域が対象。はい。これは何回か紹介したことあると思いますね。最新の調査である2018年調査を見ると、次のように日本のスコアが高い。数学的リテラシー OECD で第1位、世界で第6位。科学的リテラシー OECD で第2位、世界で第5位。読解力 OECD で第11位。
世界で第15位。あ、読解力は下がるんだね。しかも2000年頃からの長期的トレンドにも変化がない。以下に述べるように、様々な指標で日本のランキングが低下しているのだ。PISA の順位には大きな変化は見られない。ただし読解力は2015年に比べて低下した。韓国、オランダ、オーストラリア、フィンランド、スウェーデン、ニュージーランドなどで下降傾向が見られるのと対照的だ。日本の研究力低下は当然の結果。様々な世界ランキングで日本の順位低下が顕著だ。日本の会社はもうダメだ。世界ランキング、レッツゴの情けない理由。で述べたように、スイスの IMD、国際経営開発研究所が作成するランキングのいくつかの項目で日本のランキングが世界最低に近くなっている。大学ランキングでもそうだが、10月に発表された THE、タイムズハイヤーエデュケーションによる世界大学ランキング2023では、上位100校に入る日本の大学は前年と同じくわずか2校だ。しかも東大は前年の36位から39位、京大は61位から68位にそれぞれ順位を落とした。最近では論文数が減少している。注目度が高い科学論文の数で、日本は前回の調査、17年から19年平均で10位だったが、18年から20年平均ではスペインと韓国に抜かれて12位になった。あ、そうなんだ。科学的指標2022年10月9日。1997年から99年には日本は世界第4位だった。2007年から9年でも第5位。最近10年の日本の凋落ぶりは誠に著しい。こうした現状は、日本の大学、大学院のレベルも深刻な問題があることを示している。大学生が勉強しなければ、企業が新しい技術を開発したり、新しいビジネスモデルを作ったりすることはできない。特にインターネット時代の激しい変化に追いつくことはできない。日本の経済力が低下するのは当然だ。こうした状況を挽回しようと、岸田首相は大学ランキングの上位100位に日本の大学が10校入ることを目指すとした。しかし実現できるだろうか。10兆円の大学ファンドの設立が決定されたことに見られるように、資金面の手当だけが論じられているのだが、それで問題が解決できるとは到底思えない。そうですよ。だから、ここでね、東工大とね、東京医科歯科の合併とかもつながるわけですよ。すでに国立大学には、多額の財政資金が投じられており、私立にも助成金が出ている。むしろそれらが正当化できるのかという議論が出てもしょうがないだろうとね。なぜこうした状況になってしまうのか。その基本的な原因は、勉強しない日本の大学生と死に物狂いで勉強するアメリカの大学生で指摘したように、日本企業が大学教育機関、大学や大学院での教育成果を賃金という形で評価しないことだ。こうした状況では、大学生が勉強せずバイトや交友に精を出してもやむを得ない。結局のところ、日本企業の給与体制が日本の人材高度化を妨げ、それが日本の経済体質の弱化を招いているということができる。日本の雇用体制は先進国という明確な目標に向けて、社員が全員一致して協力するというキャッチアップ過程には適したものだった。しかし、新しいビジネスモデルを探り、技術開発を行うという先進国型のものには進化できていないのだ。岸田首相はこうした状況を変えるべく、ジョブ型雇用体制の導入を企業に促すとしている。これは先進国ではごく普通の雇用体系だ。だからこれを目指すのは望ましい方向だと思う。しかしこれを実施するのは企業であって政府ではない。政府は企業に強制することはできない。それをどのように行うかが考えられなければならない。岸田首相はまたリスキリングの重要性も強調している。これも必要なことだ。しかしリスキリングは基礎学力がなければ成立しない。例えば統計学の基礎に習熟していなければデータサイエンスやファイナンス理論を学ぶことは難しい。そうですね。データサイエンスね。増えていくわけですから、これからどんどん。これを実現するには大学、大学院の抜本的な改革が必要とされると。さあ、できるのか。勉強しないもん、本当に大学生は。大学は遊ぶところになっちゃってますからね。まあアメリカ留学中にね、毎日のように大量のを読んだね、1回の宿題で100ページとかね、あの地獄をね、味わいたくはないけど、またちょっと味わいたいって思う時もありますからね。まああれがあったから、今の力があるからね、あのおかげで無理にでも効率よく勉強するっていう能力が身についたと思いますから。はい、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.